第1試合、本日のセミファイナル流血武装トーナメント準決勝蛍光灯デスマッチ30分日本勝負を行います。青コーナー 2MW177cm93kg、ワクワク大地赤コーナー 175cm165kg、ブラッドリーメーカーアブドゥル小林レフェリー中竹良平。
Thank you.
Oh,
初戦2回戦準決勝ときて、とりあえず、ね、ここまでやったからね、俺みんなと握手したかったんですよ。けどなんか若松で握手返してきたな。ってことはまだまだ教えてやるよデスマッチを。ああ今日のはな応用変すぎたなデスマッチの。デス、あいつは決め技スープレックスっての知ってたから、まだ返せる体力があるだけ俺の上だったな。けどまだまだデスマッチはこんなもんじゃねえからな。デスマッチを知りたいなら教えてやるよ。アプコプロの27年で培ってきた引き出し、こじ開けることはできなかったけど、それでも俺はアプコプロに噛みついてこの世界に入ってきてよかったなと今日改めて思いました。この団体盛り上げるアプコプロはよく変化球とかストレートとか野球の話するからさ、野球の話で言うと俺は今はまだエースにふさわしくない人間なのかもしれない。でもベンチで誰よりも一生懸命チームを引っ張れなくても盛り上げることができる
ベンチメンバーには俺もなれると思うんで、しっかりデスマッチでこの団体盛り上げていけるような存在になれるようにまた頑張りたいと思います。そしてそんなベンチの選手だっていつでもエースの座は狙ってんだからな。